それぞれのお気に入りの鉢を見つけようということで、片井さんよろしくお願いします。はい、さあ、片井さん、はい、植木鉢っていろんな種類がそうですね、ありますけども、はい、そちらをちょっと紹介していただきたいなということで、はいはい、で自分のお気に入りの鉢を見つけたいなということでございます。はいはい、まあ、まずじゃあもう定番のとこね、はい、素焼き鉢っていう、素焼き鉢、土の色そのままってことね。いいですよね、はい、美しい、はい、まあ、なんで、まあ、素焼きも土の種類によって色がちょこちょこ違うね、うん、はい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 、サトシ君の後ろのそれも土の色そのままなんで、おー、この迫力があってね、ちょっと重量感もある、そうですね、鉢ですよね、はい、うんうん、まず素焼き鉢があります。はい、チョコラテ、あ、まあ、こんな特徴がある、はい、その子はその名前自体は色から来てるんだけど、チョコレートっぽい、はい、はい、でちょっと焼きの温度がちょっと高くて、うんうん、ちょっと分厚めに、ちょっと分厚いやそうです、ね、してくれてんねんけど、はい、凍結破裂って言って、はい、パカンって半分に割れたりする。あー、なるほど。それが高温で焼いてるものっていうのはなりにくいね。ちょっと寒い地域でも使えるよっていうものですね、はいはい、寒さによっても変わってくるんですね、はい、強度は、はい、で、まあまあざーっといろいろあるけど、うんうん、まあまあ最近やったらちょっとこれ鉢ちっちゃいけど、かわいい、まあ、まあまあ着色は塗ってくれてんねんけど、うん、軽量コンクリート、軽量コンクリート、うん、なんでコンクリートなんで流し込んで作るから、はい、まあまあこういう変わった形ができるっていうのかな、肩に流し込んで、そう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 、かわいいですね。10年ぐらい前から増えてきたのかな、へえ、焼いてない、なるほど、ただただ自然乾燥でできちゃうんで、あとはこんな釉薬塗ってるやつね、あー綺麗ですね、うん、美しい、はい、素焼き鉢に、まあまあお皿とか花瓶とかと一緒やね、うん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 、こういうものがあって、で土もはこういう感じなんかな、なるほど、あとは中かな、 中に、はい、うん、じゃあいきますか、はい、行きましょう、さあ、はい、行きました、あ、この辺もまあまあさっき言った釉薬があって、まあ、これもマットやけど釉薬塗ってます。あ、これもですか、うん、あ、綺麗で、こんなコンクリがあったり、うんうん、だからでこの辺は受け皿ついてて、まあ、室内用として、はは、うん、なんかめちゃくちゃかっこいいですね。そう、なんかかっこよくて、ね、和にも見えるし、ね、植物によるけど洋にも見せれるし、ね、この青があったりとか、結構こんなんとかもね、こう、そうね、いろんな形、立体的なものがあったりとか、うん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 、なんかどれにどれを組み合わせるかとか、そういう楽しみ方ができますよね。だからね、まあ多分飾りたい場所っていうのは多分決まってると思うね。あ、家の中で鉢も探しに来るときって、うんうんうん、はい、ただ植物が決まってるのか、うんうん、場所だけが決まってて、うんうん、逆にこの鉢がいいから、例えばね、はいはい、この鉢がいいから、こんなんやから、なんか幹がトンって出てる方が可愛いからガジュマル植えてみようかなとか、鉢から選んでみるのもいいし、場所から選んでみるのもいいし、ポトスがあってそれが植えたいから、はあはあ、ポトスこれしたらなんかこのガタガタに乗ったら嫌やな、じゃあこっちのこの線のところに葉っぱがこう降りてきたらかっこいいんかなとか、な、順番はどっちでもいいけど、うんうん、なんか場所だけは決まってるはずやけど他は決まってないと思うから、はあはあ、何か決めて鉢へ探し、鉢を選ぶんか、うん、植物から入って鉢選ぶんか、うんうんうん、だけでも選び方変わってくるから、はあ、まあ室内とかね、そうそうそう、今流行ってますもんね、そう、それ観葉も流行ってるし、うんうん、やっぱり緑家の中にも欲しいから、うん、いや、そう考えたら、うん、この緑のマーケットに来て、はい、こうやって鉢見て、うん、いや、あの場所やったらどの鉢合うかなって探してるだけでもめちゃくちゃ楽しいですよね。あ、そうそう、あ、面白いな、シンプルに、こんな色がいろいろある、はい、同じような形でいろんな色があったりもするから、あ、いいじゃないですか、色だけで選ぶっていうのもいけるし、うん、これほんまにここに置いてあるだけでもめっちゃカラフルで可愛、はい、いじゃないですか、鉢だけ並んでても可愛い、可愛い、これだけでもちょっとおしゃれですよね。そうそう、同じ色のアイビーだけ植えて窓際に並べるとか、いや、いい、それもできるやんか、すっごくいい、うん、そんなこともできるから、うわ、いろんな楽しみ方ができる、そう、だからこういうのも今流行ってます、やっぱり、はー、流行りってどんどん来るよね。で、まあ、プラ鉢があって、うんうん、まあ、鉢で言ったら、そうね、まあ、この辺も室内鉢で、逆にもう何、いや、ちょっと上がってる、めっちゃおしゃれじゃないですか。
ちょっとだけ背丈上げたい時用の。わあ、こんなんテレビの横に置いて、そうちょっとね観葉植物植えてあげたりとかしたら、うん、めちゃくちゃおしゃれですよね。高さ出して垂らしてあげてもいいし、高さ出してさらに高さ出すっていうのもありやし。うわあ、無限大や。はい、無限大です。無限大や。無限大。もうこんなに鉢ある中でお気に入りが見つけられるかってところですよ。そうですね。あとあるのは、ファイバー。うわ、グラスファイバー。グラスファイバー、はい、まあ、樹脂に、まあ、中に繊維が入れてて、型があって樹脂で固めるっていうね、最後着色してくれる。もうこんな、最高じゃないですか。もう寄せ植えにぴったりじゃないですか。だから普通の形のものももちろん型だけやからあるけど、こんな変わったものもあるよ。自分だけの世界観が作れそうですよね、はいはい、お花植えてあげたりもいいし、多肉植えてあげたりとか、多肉だけで鉢メインにしてもいいし。樹脂っていうことは意外と軽いんですかね、これ。あ、重いっすそう、意外とね、プラスチックの鉢のイメージがあるから、軽いイメージだけど、プラスチックの鉢ってシンプルな形なんで、まず薄いのよね。あ、なるほど。シンプルじゃないから、厚みないとブサイクなんで、で樹脂の手前にガラスの繊維とかも入ってるから、それなりに重さある。いや、でもこれベランダとかで、まあ、寄せ植えしたりとか、飾るときにこんだけのしっかりした感じだったら、風ちょっとした風って倒れないから、それはしっかりしていいかもしれないですね。もういいとこはもういろんなデザインがあるっていうのがいいとこやから。ゾウめっちゃこれ、あら、この丸みを帯びたフォルムに、それに、まあ、ちょっと上細いじゃないですか、そこに何を植えたら合うのかみたいな、高さがあるやつがいいかなって感じがしますけど、あそこまで可愛いとあれよね、あの子をメインにしたいよね。そうですね。いや、いいな。で、まあ、次そっちで、まあ、さっき動物見てたけど、こんな家があって、わ、家めちゃくちゃいいじゃないですか。人気あるからね、色増えてってんの。屋根から植物がゴーッとね、そう、溢れ出てて、それを想像するだけでも楽しいですね。そこにあるのにまだ家あるからね。ほんまや。家の種類もたくさんある、うわー、ワクワクしますね。で、まあまあこんな本の形とか、あー、本もいいっすね、はい、いや、この本を並べて、で、一個ずつに違う植物植えてあげるっていうのもできるし、こんなも元から並んでるのもあるサイズ違いか、はい、で、それも迫力が出せそうですね。数植えれるからね、1個。で、まあまあこんな車があってっていう。あー、かわいいですね、このシンプルな色合い、はい、ここに多肉をどんどん植えてあげたりとか。そうね。あ、バスもあって、この車もいいじゃないですか。ちょっと形変よね、もう植物するためにボンネットだけみたいな。面白い。 前がエンジンルームに植物をいっぱいにしてあげたりとか。はあ、いろんな楽しみ方ができる。まあまあファイバーはそんだけ種類が多い、あんな手つきの、バスケットっぽくなってるのもかわいい。あれはもうお花でいっぱいにしてあげたいですね。そうね、なんか花をこう花かごみたいにして、まあまあファイバーは色と形とかすごい選ぶ幅が広いから、そういう意味ではファイバー人気は人気かな。あ、納得ですね、はい、いろんな楽しみ方ができるっていうのは。あとはこれでどれをベストに選ぶか悩みますよ。どうしようかな。ベスト決めますか。ベスト、じゃあ決めましょう。さらっと選んだけど、さらっと見たけどさ、ベストを探しましょう。探しましょう。はい。はい、じゃあ、ちょっとベストを探していきます。はい。はい。さあ、片井さん。はい。選んでまいりました。はい。マイベスト8。まあ、まともな普通の8じゃないよね、どっちも。はい。まあ、僕の方がちょっと言っていいですか、はい、このゾウさん、はい、たまんないですね。あえてそこ行くね。いや、もうこのゾウさんの、このフォルムから合いそうなものを探してきたんですけど、どうです。いや、結構ありやなと見て思ってて、はい、なんかこう丸いからさ、フォルム生かしたいから、こうペチャッとするもん行くんかなって、あえて高さがあるもの、なんかポンって出てて、それ可愛いなと思って。この可愛さからシンプルのある、シンプルなこのかっこいい、いや結構合ってていいなと思って。マジでこれありちゃいます。ちょっと結構あり、ね、この鉢を十分に活かせたかなっていう感じがするんですけど、片井さん、そちらは、こっちは単に家の、昔のなんかイギリスの写真とかみたいな、はい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 、貼ってたりするやん、ちょっと緑より今白が綺麗かったから、家にこう、家の上に草が生えてる感じ可愛いなと思って。あの
シンプルにめちゃくちゃおしゃれです。もうシンプルにこっちは、うん、こっちもそのイメージだと思う。それ持ってきたと思って、そうです、あえてちょっと方向性が違う感じにいいですしてみましたけども、いや鉢って本当にいろんな種類があって、はい、まあ、先ほどおっしゃっていただいたみたいに、うん、まあ、どこに置くのか、うん、はい、何を飾りたいのか、はい、でそんなもので選ぶ可能性が無限大ですね。そうです。なんでそれは何が欲しいのかがさっき決まってて、うん、それでそれを想像しながら、あ、ここにこうなったらかっこいいかなとか可愛いかなって思いながら選んでもらったら楽しいと思うんだけど、いや本当に緑のマーケットに来て鉢、はい、を見てるだけでもあっという間に時間過ぎていっちゃいますから、結構1時間2時間ね探してくれてる人ようさんおる。いや本当に、はい、そのぜひ来ていただいて、はい、自分だけのお気に入りの鉢、そうですね、見つけていただきたいと思います。はい、片井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。